ら任せるね。これは意外だ。この後に及んで諦めていなかったとは。それがタイマニンだ。お前もよく知っているはずだが。確かに、特にあなたはそうでしたね。覚悟しろ、モモチ。伊賀家当主の名にかけてこの場所でお前を撃つ。さて、それはどうかな。因果の種はすでに撒かれた。あなたにできるのは指をくわえてそれが芽吹くのを眺めるのみ。何を言っている。こういうことだ。アサゲ、フクルつけて。準ずるのみ。さらばだ、伊賀は浅ぎ。Ha!
起きろ！何を言ってる！ いつまで寝ているつもり？ いや。 それがどうし？ は？ そうだ！ おー！ 特務中隊の あの時は今回の任務ではそんな時バカ。落ち込んでるこいつを。そうだろう。でもあ、ダメだ。なあスー、最適な作戦。確かに俺は未熟だ。だが適切な休息を取ることで未熟な俺たちだからこそ。言いたいことはそれだ。はい。それだけ喋ればメモさ。急げ。 確かに、なが。うわ、ってお前。そんなことを気にし。親方様。ああ。スーさん。いえ。 ご安心ください。おいおい。さあ、バカ。何か言ったか。やれやれ。これは。 どうしたの、風魔くん。それはすまない。確か、
でも、それでも妙な話だ。それは、山本部長は、あんたって独房。一ヶ月くらい前に捕ま。誰？裏切りの怠慢。ああ。それだけじゃない。ああ。まったく。そう簡単に世の中どうにも。生物兵器に関連した人か。収容所に軟禁された状態だが、外部から接触があったわけではないみたいだ。ゴーゴー。悪趣味だな。そう言わないで心構えを得る。確かにその通りだ。一応特務中隊の。それでは戦闘を開始する。みんな気合。シミュレーター、ミッションクリア。これがこう大量発生し、ああ、うわ、雪風はやはり、ええ。うん、指揮官としては、お前の潜在の、あんたのし、ふむ、ふむ、え？戦闘前に、だが、ああ。大戦、切断せろ。ち、神聖な学び屋に、ゾンビ。ビリッとするわよ。わらわらと気持ち悪いわね。まとめて吹っ飛ばしてあげる。
まずはここを片付けて安全地帯を作った方がいいかな。了解。フーマ、指示を頼む。やっ、見えた。嵐の型。よし、行くぞ。当然の